はい、こんにちは。日本改革党、豊島区議会議員、靴沢亮でございます。竜斗様、ヤッシー様、菊丸様、山口様、正美様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もいらしてですね、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。東京で雪降ってるみたいです。全部で10センチ降るって、転倒にご注意ください。腰の高さを一定にしてですね、剣道とか柔道のすり足のようになるべくですね、足を高く上げないで、あとは腰の位置をですね、上下動しないように、体の重心が上下に揺れないように、こう横滑るような感じの重心保ちつつですね、歩くと、転倒しづらいです。誰も踏んでない雪は危険です。ずるっと行く場合ありますんで、誰かが踏んだ後を歩きましょう。まあ、それでも滑ることあるんで、お気をつけください。一番危ないのはですね、鉄板の上ですね。下げた方がいいと思います。今日は朝から夕方まで抗がん剤治療で病院におりました。で、先生とちょっと喋って、診察があって、そこから5時間に及ぶ点滴で抗がん剤入れるんですけれども、まあ異常なぐらいですね、右肩と右の背中のこれをですね、先生に相談しました。したらですね、肺の右の上側、右上葉を眼ごと切除したんですけど、私、今日のレントゲンでですね、右肺全体が縮んでました。左が普通の人の肺なんですけど、私の場合はですね、右側全体がちょっとミニチュア化しておりまして、幅も上下もミニチュア化しておりまして、右だけなんかちびっこの肺になっておりました。人体の不思議ですね。なんかこう取っちゃったとこの空いた空間はどうなってんのかなって私気になってたんですけど、まあそれね、残った肺がこう上に行ってですね、で、全体にこう縮まっちゃってですね、ちびっこの肺に、右だけミニチュア肺になっておりました。まあ右だけ痛いぐらいですね、肩こりとか背中がこんのは、これの影響ではないかとの先生の意見でした。湿布出しときますね、って言われましたけど、あとはマスクして歩ってると、100メーターぐらい歩くと、息切れしますって言ったら、まあ、これの、そうでしょうねって言われました。マスクしてると、息切れするんです。歩ってると、そうでしょうねって言われました。右の肺縮んでっからな。なんか左の肺っていうか、手術の前の3分の2ぐらいに、ちっちゃく、ちびっこになっておりました。まあ、これだんだん元に戻るって言われましたんで、まあ一生肩こりなわけじゃないようで、よかったよかった。待合室で待ってる時ですね、近くに80代のご夫婦いらしたんですけどね、どうも旦那さんがかかってるらしくて、奥さんが付き添いでですね、で、奥様ね、4時に予約だよってね、旦那さんに言ったんですよ。そしたら旦那さんですね、ケヤキとか言ってて、耳遠いんでしょうね。危うくね、ゲラゲラ笑ってしまうとこでした。これ、病院の待合室でゲラゲラ笑ったらちょっとまずいですよね。皆さん、具合悪くて、深刻で来てるんですから、そこでゲラゲラ笑ってたら不謹慎です。でも、漫才みたいでしたよ。プって、まあ、笑ってしまいました。日本政府、4月から、公共事業や、物品の納入業者を入札する際の評価項目にですね、賃上げした企業はポイント高いですよ。というシステムを導入するそうであります。入札の金額、技術力、仕事の質や評判とかね、総合評価に加えてですね、まあ、総合評価には、それまでやった仕事の実績とかも含まれるんでしょうね。ここの企業は、何回仕事お願いしたけど、どれも問題を起こしてないなぁ、みたいな。そういうのも、総合評価に加えてですね、2022年度中、今年ですね、大企業は 3%、中小企業は 1.5% の賃上げを行った企業に対してですね、プラス5から10ポイントを加えて、入札しやすくできると。公共事業に参入するポイントになると。お利口だから、優遇したるわ。いい点つけたるわ。というようなことを4月から始めるみたいであります。ネットの反応です。物価上昇とセットから少し期待。ボーナス上げてくれや。役所の仕事やってないとこは無関係なんか。公平な自由競争をなくす気もするが。ブラック企業退治どんどんやれ。安倍さんが経団連に乗り込んで賃金上げろって演説したのはすげえと思う。もう労働組合必要ないんじゃん。これは露骨な連合潰しというような意見がありました。安倍さんの路線ですよね、これね。5年ぐらい前に経団連本部、お茶の水の経団連本部に、凱旋かけてですね、もう安倍さんをお前ら支持しろよ。経団連に賃上げかけてくれてんだからな、労働組合だったら、労働者の待遇を優先上げたい組織なんだから、安倍さんを支持したらいいべって演説ぶっかましたことがあります。そうですよね。あとはなんすか、無関係。役所の仕事やってないとこは無関係。とは言いますけれども、これ全体に影響ありますよ。同業の他社の給料比較で、あそこの会社はこんだけもらってんのに、って言ってですね、公共事業やってない会社にも影響ありますよ、これ。どんどんやってもらっていいと思います。誰が考えたか知りませんけど、賃上げ企業の優遇はいい方法だなぁ。これは賃上げしない企業をですね、例えば公共事業から締め出すであるとか、そういうことするとね、反発が大きいんでね、差別だとか言われちゃうしね。日本企業の内部留保金は400兆円突破しております。400兆円ってどんな金だ、って思うんですけど、なんだ、400兆円って、つまりは400億円ってことですよね。そうだよね。400億、あ、違うわ。400万億円だ。400万億円。ということは、一人当たり、国民1億人に400万円配れる金を企業が内部留保しておると。全部が全部預金や現金ではないですけど、人件費ケチってんのは事実ですよ。だって他の国でこんなに内部留保してる国ないもん。他の国はですね、株主がうるさくて、そんなに溜め込んでんったら、配当増やせよなーって株主がおっかないんで、こんなに溜め込むことは不可能なんですけどね。これにはね、世界唯一、労働を苦痛と定義しない、日本人の労働道にも関係ありですけれどもね。日本人はですね、労働を、人生を、なんつうかな、例えば、剣道ありますよね。剣術ってもありますね。剣術っていうのは、単なる技術です。小手先の技。剣道っていうのはですね、剣術を通して人生を豊かにする、哲学的な精神的な教えみたいな、神道なんていうのもありますんで、わかるとは思いますけれども、道なんですよ。労働、道。日本人だけ唯一、そういうものが存在するんです。で、他の国はですね、一般的に日本以外の国だと、労働イコール苦痛。労働イコール嫌なこと。労働イコールできればやりたくないことって定義されておりますんで、労働組合はそういうふうに動きますよね。労働時間は少なくしろ、短くしろ、でも給料はよこせ、そういうことやってるのが各国の日本以外の労働組合であります。一番の理由はですね、失われたデフレ30年しか知らない今の経営陣の萎縮した心理じゃないかと私は思っております。大学出た瞬間から新入社員で社会に出た瞬間から今の今までずーっとデフレだもん。これではね、デフレしかしんねえ今の経営陣、年齢的にですね、冬に備えるありのごとくね、金を溜め込む心理にしかなりませんよ。いつどうなるかわかんねえから、使わないとこ、ためどこっていうですね。だってそれしか知らないし、それしかやったことねえんだから、そうにしかなんないでしょ。中小企業、うちにはそんな余裕ない。つって、給料上げねえ。余裕ないから、人件費、人材費ケチるのか、人件費ケチって、良い人材いないから余裕ないのか。業績落ちて。どっちかはわかんないですけどもね。あとですね、経済学者が、こんなこと言ってましたよ。とある経済学者が。名前忘れちゃったんだな。なるほどな、この人賢いなって思ったんですけど、大卒だけ募集しといて、大卒だけ社員にしといて、その社員が、子供を大学に行かせられない給料しか渡さない企業っていうのは、その人から人生を盗んでんだよ。というようなことを言った経済学者がいて、なるほどなぁ、感心した覚えがあります。企業のマクロな存在意義なんですけど、私はこう思いますよ。社会に貢献し、対価をもらうと。法人税を納め、国家に貢献する。社員を養い、次世代の労働者を育ててもらう。これ、労働力再生産って言うんですけどね。子供を育てたり、出産したり、育児したりっていうのを、再生産とは何事だ、ものじゃねえぞっていう、批判もあるでしょうけれども、経済学の用語ですんで、労働力再生産。次世代の人材を生産することに、現在、大失敗中ですよね。豊島区役所の職員さんの給料、見てもですね、ああ、これ大卒しか募集してないのに、子供を大学行かせられるんだろうか。というようなね、感じの給料ですよ。これじゃあ、豊島区、住めないよな。ってね、思ってですね、議員になって1年目にですね、職員さんの給料倍にしろって言った覚えあります。だって、豊島区の 3LDK、ご夫婦2人、子供2人で、子育てしようとするとさ、リビングと、広間、台所、リビングダイニングと、夫婦の部屋、子供2人の部屋で 3LDK 必要ですね。で、豊島区の3LDK の相場調べたら、だいたい20万なんですよね。でね、豊島区職員、この給料では20万の家賃払って、2人子育てできねえべよ。って思ってですね、議員になりたての予算要求で、職員の給料倍にしろよ。って、財政課に要求したんですけど、どういうわけか、総務の偉い方が説明に来て、23区で一律決まっちゃってんで、動かせないんですよね。というような。説明を受けまして、そっかー、じゃあしょうがないですよね。何らかの手当てつけるってこともできないんでしょうかね。で、相談して、がっかりして、23区つってもさ、足立区から荒川区から家賃安いとこもあっからさ、だって豊島区の職員が、豊島区住めねえんでは、豊島区のために一生懸命やってくれんのかよっていう、疑問が私にはすごくあるんですよね。なんせほれ、いわきの生活がないから、いわきの職員がいわきに住んでねえなんてことが、私は想像できないんですよ。想像できない。いわきっつっても23区全部ぐらいの面積ありまして、それに30万人しかいない、カラッカラの、スッカスカの土地なんですけどね。田舎もんの、常識は、都会の非常識。豊島区職員さんもですね、結婚して、子供生まれたんですったら、埼玉とかに引っ越しちゃうんだろうなーってちょっと思ってね。これはですね、男女平等とか、女性の社会進出やら、フェミ、あなたそれを応援するメディアのプロパガンダにも多分に影響していると思います。日本の少子化の原因ですよね。フェミが男に対する憎悪をまき散らしてですね、恋愛や結婚を妨害する工作である。これは恋愛してもろくなことないよ。結婚してもろくなことないんですよ。男はバカだからダメだから。つってですね、幻滅させてですね、恋愛や結婚を妨害工作と。公演デビューで若いお母さんがですね、ベテランお母さんにいじめられたなんて記事もですね、多分工作だと思うんですよ。でね、結婚や育児に、日本女性が幻滅して、興味を失うようにする目的でね、結婚して幸せだ。出産育児は素晴らしい。こんな報道や映像はめったに作らんもんね。テレビ局。これは日本人を減らすっていう工作ですよね。私はそうだと思っております。2017年2月16日に起きたアスクルの埼玉県倉庫の火事なんですけど、屋根一面がソーラーパネルでですね、派手に燃えて、鎮火に12日間かかった。12日間燃え続けた。そうであります。有毒ガス発生で近づけもしなかったって。まあ、指くわえて見てるしかなかったみたいですけどね。最終的な被害額は111億円以上。何考えて、屋根に一面、パネルつけ散ったのかな当時の経営陣はな。これテレビしか見てねえ人種なのかな思いますけどね。うちの倉庫は絶対火事にならない。は、絶対ないですからね。あと燃えたらどうなるって知らなかったのかな経営陣。ちょっとね、多額の投資する割には、調査不足能なし低能まあ、社員さんは、えれえ迷惑ですよね。100億円以上も損害出して、それで給料上がんにがったなんて言ったら、まあ無能な経営陣を恨んでもらってですね。もちろんテレビ新聞はですね、中共のためにですね、ソーラーパネルで被害拡大とは報道しませんでした。全然報道しませんでした。ソーラーパネルが燃えると大変ですねーなんていうセリフは全然聞かれませんでした。これね、一部原発推進派が勢いづきますんで、それも嫌と。原発を抑えるためにソーラーをして側面もありますね。日本のテレビは中共外国のスパイですからね。原発動かさせたくないんですよ。日本に核研究させたくないんですよ。一個もまともな基局ないですよね。日経新聞子会社のテレビ東京、毎日新聞子会社の TBS、富士、ダメですよね。テレ朝。日テレは読売新聞の子会社と。まっともなとこどこもね。それがですね、日本衰退の一番の理由って私は思ってます。都内戸建てにソーラーパネル強制を小池都知事が計画してますけど、密集地区で火事になったら消火もできずに地獄絵図では。未だに消防車入っていけないような細い道、豊島区にもあります。まだ。端っこの方にね。それにソーラーパネルの原料になるポリシリコンっていう物質。これがまた派手に燃えんだ。潤滑油の原料にもなってますから、シリコン。高い高度でも、凍結しない。これシリコンオイルの開発でだいぶ飛行機高い高度飛べるようになったらしいですけれども、派手に燃えるやつは世界の8割がウイグル人がですね、鎖につながれ殴られながら作ってるっていう国際調査機関の報告があります。ですんでね、ソーラーパネルはウイグル人の血にまみれてんですよ。こんなの推進するなんて、小池都知事も動画してんなーって。ソーラーパネルをし、リサイクル、エネルギーだ。何言ってんの？作る過程で、どんだけ有毒物質、中に入れて、燃えたらどんだけ有毒ガス出して、で、作るときに、二酸化炭素いっぱい出すんだから。とにかく、トータルで考えるとろくなもんではないソーラーパネル。もうちょっとね、ガラッと発電の方式が変わったりなんかして産廃になった時も簡単にね、無毒化できるっていうのでも開発されない限り、ソーラーパネル推しのやつは無知なのかな、知らないのかな、それとも工作員かなで私は思うようにしております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。